今夜は、日本のゴルフ場設計技術者。霞ヶ関カンツリークラブの設計を担当したことで知られ、日本におけるゴルフ場設計のレジェンドとも評される。1889年、東京市駒込5丁目910番地、岩崎屋染井墓地内別邸にて、豊川小太郎の次男として生まれる。この時、母方の祖母の藤竹を継ぐため7代目になるための、 約束を交わされる。早稲田大学に進学し、1910年、AB ゴルフ会の先月と地元休暇の熱意による、創設霞が関カンツリークラブ第9回、霞が関カンツリークラブ、西コースの巻、日本ゴルフコース設計者協会 AB 第40回、東松山カントリークラブの巻、日本ゴルフコース設計者協会。ありがとうございます。